こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。美容師さんもびっくりする、素人さんが前髪をこんなにうまく巻いてしまったらやばい暴露企画ですから、もうこれはアップしちゃいたいなと思います。前髪ね、まず自分で切るとき、この間の動画見ていただいたと思うんですけど、これね、このやつ、これで前髪切ってください。で、これウィッグちゃん前回切ったのと同じです。これでカットしたのは前回の見てくださいね。で、今回使うのはまた100均なんですけど、カラーメッシュってやつですね。これカパッてはめるやつです。これでパーマをかけます。はい、なるべくちっちゃいの選んでください。なるべく小さいこのサイズ、これ 20mm なんですけど、まあもっと小さくてもいいぐらいなんですけど、 20mm で前髪巻く場合はこちらでやってください。まず薬剤は Amazon で、僕が指定した薬剤を買っていただければいいかなと思います。ということで、美容師さんより前髪パーマをきれいにかける方法いっちゃいましょう。目尻のこのね、上に上がったところ、こっから後ろに、こっからね、化けてください。で、髪の毛濡れてる状態で、やってくださいね。髪の毛は濡れている状態で、こちらも目尻ね、ここ、この指3本と鼻の延長線上の真ん中のところを結んでいきます。まずじゃあここを止めましょう。はい、ここを止めますね。今回は前髪だけじゃなくてサイドも巻いちゃいます。まあこう和紙みたいなものとかね、あると思うんで使います。まあ和紙を買っていただいてもいいかなと思いますけどね、100均で。はい、そして前髪どうするか2段に分けます。髪の毛の半分のところを止めます。濡れてる状態をご自分で作ってください。はい、集めます。こういう風にどのくらい集めるか、指2本分集めます。指1本分まで集めちゃうと集めすぎなので、指2本分まで集めてください。それ以上狭くしちゃうと端っこがかからなくなっちゃいます。指2本まで集めます。そして、ここをペーパーで包んじゃいます。和紙とかペーパーで包んじゃいます。ちょっと長めの和紙を使っていただいて、このままくる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 って丸めていきます。いいですか、ぐる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 って痛くなるまで。そしたらこれカポッてはめるだけです。カポッ、皆さん濡らさないと髪つかないですからね、まあ、和紙でもいいんですけどね。はい、これで包んじゃうんですね。包みます。そして最初に外しといた方がいいですよ。そして先っちょからくる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 ってしっかりこれ濡れた状態を作ってくださいね。スルッて抜けちゃいますから。で、巻いたら、ここをカポ、耳の後ろのところから上にこうグッと、こんな感じで取ります。いいですか？よーく濡らします。よく濡らしてください。真下じゃなくてちょっと前に持って、顔に包み込むような感じに持ってきたら、まあ、コームとかもね、使わなくていいですから。ね、一回コーム一応通してほしいですけど、コームも使わなくていいので、手でしっかりこう集めてください。そして包みます。この和紙でね。はい、ここはバラバラになりやすいんで気をつけてくださいね。ここをくる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 丸めてカポ、これいろいろ応用できますからね。はい、それこそたくさん持ってたくさんあればパーマかけちゃいますから、この100均のやつで。パーマね、結構怖いイメージがあるんですけど、僕のやり方は全然大丈夫なんで、普通のやり方じゃないですから。これで終わりじゃないですからね。皆さん勘違いしないでくださいね。これでパーマ液つけて終わりじゃないですよ。そんな簡単なこと僕は発信しないん で、この状態にパーマ液をつけます。これパーマ液なんですけど、目に入っちゃうとかなり危険です。ちょっと防御してほしいんですよね。自分でやる場合だと、まずここに1回、サイドは自分でタオルを持ちながらやってください。どういう風につけるかっていうと、ちょっとやってみますね。このまま、巻いたロットのところにつけていきます。1回2回つけます。これをね、3回繰り返していただければ大丈夫です。そしてここは、タオルを下に引いてもらって、はい、正面ですね。ここね、ターバンちょっとしづらいっていうのは、ここがよれてしまったり、これが取れてしまったりするので、なるべく動かさない方がいいので、こんな感じに下で受けてください。タオルちょっと持っといて、顔についてきたらここで拭くような感じにしてください。こっち側はもう同じように、はい、つけます。ラップもしなくて大丈夫です。よく美容室でラップをしたりとか、キャップをかぶせたりするんですけど、必要ありません。このままで大丈夫です。このままで、髪質によるんですが、15分放置してください。
15分放置して一回様子を見ます。15分で、かかってないようだったら、ちょっと強めにかけたいので合計30分ぐらい置く予定ではあります。1回15分のところでもう1回薬をつけて軽くつけてあげた方がいいかなと思います。まあ、一応ねかかりやすい人もいるので、一応15分っていう目安でやってます。ただ30分ぐらいの時間を置いたぐらいの、かかり具合を調節した方が結構良かったりもします。それも個人差があるので僕はもうその方の髪質を見てるわけじゃないので一概には言えません。ちょっとそこまで責任を取れないので自己責任でお願いします。はい、自己責任取れる方のみこれを真似してください。はい、時間をね置いてみたんで、実際どれぐらいかかってるかっていうのをちょっとここで確認したいと思います。じゃあまずこの前髪を外しちゃいましょう。このぐらいかかってるの綺麗にかかってますよね。パーマ、この薬を使えば間違いがないです。自然な前髪のパーマをかけるにはこうじゃないんですね。ここで1工程入れるんです。じゃあ何をするのかっていう部分なんですけれども、ここですることが1点あります。まずはブローします。えっと思うかもしれないですけどこれがポイント。このようなブラシ持ってますでしょうか。この状態で、乳液をつける前の段階で軽くブローします。そうすると自然な仕上がりになります。まあ、本来美容室であれば中間水栓っていうのをねこれ一回流したりとかするんですけど皆さんは一般の方ですのでやらなくて大丈夫です。ちょっとブローしてみます。ブローをすることによってカールが自然になります。そしてクレパスって言われるんですけれどもこのカバーかけたところが後つきやすいんでそれを取ることにもなります。で軽くブローをすることによってちょっとカールが大きくなるんですね。で乾かした時に自然に乾かしただけでふわっとなってくれます。こういう風になっちゃうんです。ここです。ここポイントはこのモコってなっちゃうところを取るんです。ウェーブになりやすいですね、パーマっていうのが。これを綺麗にくるん、こういう風にくるってやっていくにはブローする必要があります。で、ここでブローすることによってここの、角が取れます。そうすることによって乾かしただけで自然にくるっと入る前髪がこうできるわけですね。これは非常に裏技です。これをやった後に乳液をつけるということですね。ちょっとやってみましょう。一個ずつ、いっぺんに外してしまうとパーマがだれてしまいますから一液がまだついてますので、はい、そしたら今度ここ外します。やったところ一回止めますね。跡ついてるの分かります？ここに跡がつくんですよ。跡がついてモコってなってます。これがカッコ悪いパーマになるんですね。失敗しやすいとこです。この角ですね。ここのモコっていう角、これを取ってあげるんですね。ですからはい、これでモコっていうのが取れるんですね。根元側をしっかりドライヤー当ててあげた方がいいんですね。ポイントとしてはかなりまあ上級なんですけれども、根元の方をちょっとよく見てくださいね。根元の方をよく当ててるので同じようにやってください。毛先を丸めて、毛先を丸め込んで根元に熱を当ててますよね。この状態で5秒待ってください。1、2、3、4、5秒。これで大丈夫なんですね。これで自然なカールができます。アイドルみたいなこういう流れる前髪、あれも簡単に作ることができます。じゃあどうするのかっていうと、ここポイントです。ドライヤーを入れた後に逃がす方向でカールができます。ちょっと見てくださいね。1、2、3、4、5秒。こちら側にカールを、アイドルの前髪みたいにしたい場合はこっちに逃がしてください。くる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 ってこっち側に逃がします。
そうするとどうなるかっていうと、ここに、横に流れるようになるんですね。まっすぐ下ろすとまっすぐになります。逃がした方向に前髪が流れるように作ることができます。1,2,3,4,5 秒経ったら横に逃がしていきます。ねじりながら逃がしていきます。そうすることによってこっちに流れる前髪が作れます。ただこれだけなんですね。ここもですね、5秒経ったら、こっち側に逃がしてください。流したい場合ですね、こんな感じです。ここでポイントなんですが、前髪がちょっと弱いなという場合はもう一回巻いてください。今度はペーパーなしで巻けますから、カールがついてるので。ちょっとかかりすぎてしまったっていう場合はもうこのままロットを巻かないで2液をつけます。前髪かかりすぎて怖いな、ちょっとやばいなと思った方はこのまま2液をつけてください。まあ何回かやっていくうちにコツが見えてくると思うんですけれども、しっかりかけたいなっていう方はもう一回巻いてください。でもう一回巻くときどうするかっていうと、もう一回巻いていきます。カールが記憶されてますから、この状態でもう一回カバーをつけます。もうこの領域まで行ったらもうプロと一緒なんですけど、このカバーをつけることによってまた跡がついてしまいますから、このままくるくるくるって巻いて、爪楊枝、皆さん爪楊枝持ってますか？そしたらこの爪楊枝をここに刺すんです。そうするとどうなるかっていうと、ポコっていうところがないわけですね。なんで、まあこのまま巻きます。巻いていって、まあ、美容室でね、これ刺しピンみたいのがあるんですけど、はい、こうですね、巻いていって2液つける前の段階でですね、はい、ここをカールをしっかり入れていきますね。そしたら爪楊枝でここにキュッと入れるんです。さあ止まりますよね。かなり高度なことやってますよ。これで綺麗に前髪がかかります。この状態に2液をつけて10分置いてください。はい、このようにかかってます。はい、これが僕が言うクレーパスってやつです。ここですね、これがあと残るんですね。これがかっこ悪いんです。これを取る必要があります。はい、ここを取っていきます。くる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 。伸ばしていきながら取っていきます。これですね、このカクッとなったところ、これを取っていきます。ブローすればいいだけなので。この状態で2液をつけていくんですね。ただこれだけです。はい、また同様にね、ターバンしてですね、2液をつけていきます。ではね、この状態でこれ2液なんですけど、2液をこのままつけていきます。2液はね、たっぷりつけてください。この毛先もタオルでしっかりなじませながらつけていきますね。10分放置するんですが、5分5分で2回つけてください。5分経ったらもう1回つけてください。このような感じで2液をつけます。5分放置します。そしたらもう一回つけて合計10分置いてください。それでパーマは終了です。これはね、かなりすごい方法なので、ぜひですね、まあ、シェアとかしていろんな方に教えていただければいいかなと思います。この爪楊枝の方法もかなりすごいので、まあ、これで綺麗なパーマがかかるわけですね。はい、で今はね、これ乾かしてみた状態なんですけれども、はい、このような感じに自然に前髪のパーマがかけることが可能になります。パーマが、綺麗にかかってるかなと思います。はい、ここさ、ね、横にこういう風にこう流してあげると、これちょっとね、まっすぐ切ってますから、ちょっと、流れるっていうラインではないんですけれども、ここが綺麗にこうクレパスがない状態で流れてますよね、前髪が。そうすると、こういう風にアイドル系の、番組を作ることができます。ここでこういう風な感じですね。で、顔周りのところもこのように感じに自然にかかっております。これはバックに流しても全然大丈夫ですね。バックに流すと自然な流れるスタイルになります。ちょっと流してみましょう。前にかけてもこういう風に流れ、自然に流れるようなスタイルになります。ここが流れてますよね、自然にこういう風に。これを応用することによっていろいろ作ることができるんですね。はい、
こんな感じにですね。で、1個ポイントは、巻くときちょっとダウンステムって言って下側に巻いた、あんまり持ち上げて巻いちゃうと、ポコってなっちゃいます。前髪ありますよね。で、前髪を頭があったら前髪をあんまり持ち上げてこう巻いてしまうとここがポコってなっちゃうんですね。こういう風に。そうすると、ここを何本取ったとしても結構上に持ち上がってしまうので結構かかりすぎます。ですのでなるべくダウンステムっていうのはこの角度を下げるってことですね。ここの角度下げた状態でこういう風にかけたやつをきれいに取っていった方がいいです。巻くときは多少持ち上げるんですけれども、ステムは90度でやるんですけど、巻き収めはちょっとこういう風にしていった方が、よりいいです。よく皆さん多分ね、下を向いてこう鏡を見ながらやってしまうかもしれないんですね。そうすると自然とこの角度が上がっちゃうんですよ、巻くときに。なので巻くときに頭の位置はなるべく正面を見た状態で巻いていかないと、ここの角度が上がっちゃいます。下を向くと上がりますよね、角度が。で、上を向くと下がりますよね。だから少し上を向いた状態で巻いた方がいいですね。薬つけるときはこの状態だと顔に目に入ってしまうと危険なので、巻くときは少し上を向くぐらいの感じでやった方が綺麗にかけやすいです。本当下手したらですね、美容室でかける前髪のパーマより綺麗にかけれてしまうんですね。ちょっとまあ美容師さんには怒られてしまうかもしれない。もしくは美容師さんもこういう方法知らないんですね。僕はかなり変化球の情報を流してますので美容師さん自体もわからない情報なんです、実際これは。まあこういうね、ちょっとコアな情報まだまだね、もう100個ぐらいあるので、もっとあるかもしれない。それなので、いろんな情報を、まあ、流せる範囲の内容でですね配信していきたいと思いますので、シェアなどいいねをしていただきたいなと思います。まあね、こういうの知っとくとですね、美容室行った時にどういう風に巻いてるんだろうとかですね、あ、ただ巻いて乳液つけてるだけなんだなと、まあいろいろこう考えることがありますよね。ここはこう、これがね、皆さん知ってる、美容師さんがみんな知ってるやり方とは思わないでください。ほとんど知りませんから、これを美容師さんに求めてもはって思われちゃうと思うんですけれども、まあ、皆さんかけるときはこういう方法でかけていった方が安全だよっていうことです。失敗がないよっていうことですね。くるくるパーマの方法とかね、いろんな簡単にできるパーマの面白い方法とかね、ツイストパーマの裏技の方法とかね、自分でかけれちゃうツイストパーマの方法も全然あるんですね。ちょっとずつね、小出しで、アップしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、なんで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、さよなら。どうもー。